デスクトップ画面上でキーボードの Windows キーと X キーを同時に押してください。Windows 8のシステムメニューが表示されます。ファイル名を指定して実行をクリックします。ファイル名を指定して実行ウィンドウが表示されました。Windows キーと R キーを同時に押すと直接開くことができます。 スタート画面からも開くことができます画面の右クリックからすべてのアプリを表示します Windows システムツールからファイル名を指定して実行をクリックします 以上で、ファイル名を指定して実行を開く方法は終了です。